チラシなどの紙を使って長い棒を作ってみましょう。2枚使って作ってみます。1枚目は普通に作ります。2枚目は角のところまで巻いたら、一度糊をつけて留めます。周りにぐるっと糊をつけたら、1本目の棒をこの部分から巻き込んでいきます。上から見てみましょう。周りに糊をつけて、1本目の棒をこの部分から巻き込んでいきます。最後に糊をつければ長い棒の完成です。普通の棒の約2倍の長さがあります。この要領で何本でもつなぐことができます。花をつけて木の枝にしたり、鯉のぼりの竿にしたり、工夫していろいろな工作にお使いください。